センス、センスゴルフグリップ。重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる。すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、4番ホールパー5にやってきました。左ドッグです。飛ばし屋は、左バンカー越えを狙ってくホールです。230ヤードのスポーツは吹き流しの左10ヤードから20ヤードとなります。ナイスショットです。吹き流し左15ヤードベスポジです。伊藤選手の飛距離ですと、吹き流し左、浅見選手と同じような距離で狙っていきたいところです。吹き流し上右方面にナイスショットです。2台目の距離がちょっと遠くなります。吹き流し方面にナイスショットです。3メートルナイスショットでした。さあ、伊藤かな選手、フェアウェイからの2台目です。2オンは無理だ、パー5なので。フェアウェイキープで、ナイスショットです。ナイスショットです。さあ、サビユカ選手、まっすぐ212ヤード、20ヤード、フェアウェイキープしたいと思います。これもフェアウェイキープです。ナイスショット。森本遥選手も同様に210ヤードから10ヤードフェアウェイキープしたいところです。ナイスショー。3打目130ヤード上り 3% です。お、まっすぐピンに向かって飛んでます。距離伸び、距離回っているか。ナイスオン。三浦選手、120ヤード弱の距離が残ってます。上りは同じく 3% の上りとなってます。ちょっと右に出ています。ピンの右約5ヤードオンしています。森本遥選手、残り約100ヤードでしょうか。ピンに向かって飛んでます。距離はライソン。3人とも乗っています。このホールは見事に3バーともパンをしています。浅見優香選手、フラットなラインですがフックラインとなっています。結構曲がると思いますが、曲がり具合を読み切れるか。バーディーパットです。ちょっと弱かったです。届かなければ入らない。ナイスパ。さあ、伊藤環奈選手は上りのあまり曲がらないラインだと思います。
どちらかというとスライス。これもちょっと上りを打ち切れませんでした。ナイスパー。さあ、ボリボート張り込むでしょう。今日2つ目のバーディーになるか。ナイスバーディー。5番ホール、パー4、右ドックの少々打ち下ろしのパー4です。ターゲットは吹き流し右がショートカットで一番いいところです。さあ、バーディーの堀本遥香選手がオナーです。吹き流しに向かって飛んでいってます。ナイスショットです。ナイスショット。浅見優香選手フェアウェイ左、ナイスショットです。よいしょ。伊藤環奈選手、小さい頃9ホールのラウンドレッスンをここでよくやっていたそうです。吹き流し左、フェアウェイ左にナイスショットです。よいしょ。伊藤環奈選手です。バーコー第2打目、残り170ヤード、上りなので180ぐらいが必要かと思います。ピンに向かってまっすぐ飛んでますが、距離も OK です。ナイスオン、バーディーチャンスです。セミコ選手、全く同じような距離が残っています。ドローがかかって戻ってきていますが、ちょっと右に出てしまいました。距離も足りない、ショートです。右にショートしてしまいました。森本選手も同じような距離が残っています。ドローがかかりきらない、右方面、右方面、ナイスオン。ちょっとショートですが乗っています。浅見優香選手、約20ヤードのフックラインのアプローチです。ちょっと大きめでした。森本選手、約10ヤードの同僚にフックラインのアプローチです。ナイスアプローチでした。 OK パーのところにつけています。さあ、伊藤環奈選手、上りのフックラインかなり上りです。打ち切れるか。かなり、ちょっと曲がりを読めなかった。下りの70センチぐらいあるでしょうか。ナイスパー。さあ、浅見優香選手、アプローチを約3メートルオーバーしてしまいました。下りのスライスラインになります。 30% ぐらいの強さの下りだと思います。かなり曲がってました。惜しくもボギーとなってしまいました。6番ホール、パー3、今日165ヤード、上りは 1% です。ちょっと右に出ています。振り遅れています。
バンカー越えたラフ。かなり上りの距離を意識したクラブ選択となっています。ちょっと大きいか。ピンの左、綺麗なドローに向かってピンの右にナイスショットです。森本選手第2打目ですが、エッジからピンまでの距離がないためにふわっとした球を上げたいとピンに寄りません。どういうボールを打ってくるでしょうか。お、ふわっとした球を打って、ちょっと止まらない。でもナイスショットです。浅見選手110ヤード。OK パーのナイスアプローチです。伊藤選手下り約12メートルバーディーパットです。森本選手下りのスライスライン約1メートル。曲がり具合を読み切れませんでした。70センチのパーパット下り、エスパエスパ